2018ピョンチャン冬季オリンピックに出場した韓国男子アイスホッケー代表チームが歴代最高となる世界ランキング18位に上昇。女子代表チームも17位まで順位を上げた。国際アイスホッケー連盟は25日に幕を下ろしたピョンチャン冬季オリンピックなど国際大会の成績などを反映した新たな世界ランキングを発表した。 世界ランキングは、ここ4年間のインフ公式主催大会での成績を反映し決定される。これによると、韓国男子代表チームは48チームのうち2017年の21位から3ランクアップした18位に。また、韓国女子は昨年の22位から5ランクアップした17位と発表された。一方、 ピョンチャン冬季オリンピックで6位となった日本女子代表は9位から1ランクアップの8位となった。